どうも、しがすぐしの日本人アニメディレクターはそもんです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年々5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは青のオーケストラ第12話オーディションです。今、めちゃくちゃ熱いんだよね。すげえよ。まあまあ前回のおさらい第11話がその前。なんだよ。オーディションの前の段階やね。いやー、いいよ、マジで。もう、いろんな、それぞれのね、この練習してる姿とかね、さ、映ってるの、めっちゃいいから。今回で結果出るかどうかはわからんけど、見よう。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いやー、楽しみだぜ。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。同級生とか。同級生というかあれかコンクールであるよとか。オープニング。はあ、久しぶりの先生。先生好き。やばいな、なんかもういつにも増して言葉が出てこないな。先生好き。でもやっぱそれで覚えてんだよな。だってオーディションの時に多分先生もおるっては思うけど、そこでああの時あいつが言ってたのはこの青年のことかみたいな感じで思い出すんじゃない。でも青の、でもあの先生だったら多分青のって聞いてバイオリンやってるならお父さんのこともわかると思うんだけどな。どうなんだろうか。だって生徒たちが知っとるぐらいならお父さんも知っとるやろ。お父さんじゃねえ、先生や。本編開始。第12話オーディション。こう、途中でもういいぞって言われるの。
上級生たちは見ちゃダメなんだな。耳だけ。ほう、マジか、そのレベルなんや。聞こえとんか。ほん。カレーラーだ。
まあそうね。どうなったかな。結果発表来るか。来るぞ。結果発表来るな。ありえるよな、それも。受かったか。あれだ。ほう。わあ、でも。近い。いいよね。
おるやん。おる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 。はるちゃん。どっちだ？どっちのうっすなんだろう？ほう。マジか。マジか。
かけつく。すげえなぁ。いや、やっぱ面白えぜ。いやーすげえ。で、コメントで教えてもらったんだけど、2クール。確定してるからね。これ、夏アニメも、見ていきます。で、ね、見る、俺の場合見るのは、D アニメストアになるから、配信がね、水曜日の12時、お昼12時なんで、ちょっとね、それ以降には、なるんでね、動画投稿するのは。まあ、リアタイはね、できないんだけど、まあ、だいたい水曜か木曜か金曜ぐらいに投稿するから、だいぶ時間は空いちゃうんだけどね。なんか増えた？気のせいかな。いやー、やっぱ面白えわ。面白え。すげえね。佐伯とバチバチにやり合っていくじゃん。次回予告。大丈夫かな？自分の音色。いや、おもろいね。いいよ、いいよ。まあ、でもね、まずは、青菜のオーディション合格おめでとうで。まあ、あとは、佐伯と春ちゃんもね、受かってたから。あ、キネリツコ。大丈夫だ。いや、これは、もう、ここで、落ちるのはまあしょうがないよ。自分でも分かっとったしな。なんか、ちょっと、あれだったな。だけど、なんかトイレか教室か分からんけど、そこら辺で一人で泣くシーンとかあんのかなっては思ったけど、まあそれはなく。もしかしたら次回あるかもしんないけど、でもここで落ちたことによって私は、まだ、まあ、何、ちゃんとできてるわけじゃないっていうのは自覚はしてたからね。でもいいじゃん。こっから、ぶち上がっていくんだろ。すげえな。おもろいねー。やっぱいいよ。青のオーケストラ。いいよ。いいね。で、また、繰り返しにはなるんですけど、2クール目、13話以降も継続して見ていきます。Dアニメストアでの配信は、水曜の12時。なんで、動画投稿するのはそれぐらいになるかと思います。水曜日の12時以降に見ていくんでね。まあ昼に出すか夜に出すかは相変わらず分かりませんけれども、まあ、どっかのタイミングでは必ず出していくんで。オーケストラいいぞ。でね、ちょうどまあ別の作品の名前を出して申し訳ないんだけど、劇場版のね、響けユーフォニアムっていうのが、映画館で、夏出るから、音楽が熱いぜ。いいね。いいよ。めちゃくちゃ面白いわ。まあ、今後も楽しみに見ていきたいと思います。終わり！もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、Twitter のフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、青のオーケストラ第12話オーディションでした。ありがとうございました。奈良に。